はい、どうも、キヤカです。先日ですね、ツイッターで、コールオブデューティーモダンオフェアの e スポーツシーンでのね、最終的な M4 のカスタムはこうなりましたよっていうツイートが流れてきまして、まあ、そのカスタムが、まあ、基本的なカスタムが、これ、コンペンセーター、コルバスカスタムマークスマン、サイト、当倍サイトのストックなしのコマンドフォアグリップと。で、これの、軽量運用型、まあ前線を上げる用のタイプはサイトを抜いてグリップにステップイン加工グリップをつけると。そしてね、海外のフォーマルさんっていう方が使っているのが、バレルストック M16 グレネーダーにして、ストックをフォージサックシーキュースにしたカスタムと当倍サイトかっていう感じで、まあ3つのね M4 のカスタムが紹介されてました。で、まあ、これらのカスタムって、まあ、確かに e スポーツシーンでは、まあ、プロたちもたくさん使うだけあって、まあ、確かに使いやすかったです。どれもこれもね、まあ、反動がとにかく抑えられてますね。やっぱコマンドファーグリップとかのおかげで、横ブレがね、全然ない。で、コンペンセーターがこれ縦ブレを抑えるやつなんですけど、縦ブレもね、めちゃくちゃ小さくなるんですよ。まあ、なんでこの今、パパッと紹介した3つのカスタムどれ使ってもね、こうリコール制御が苦手な人はねすごく使いやすくて、中距離だとまあリコール制御を意識しなくても全然抜ける、遠距離だとちょっとリコール制御を意識すればまあ結構簡単に、比較的簡単に抜けるようなカスタムとなってました。ただね、あくまで e スポーツ向けのカスタムかなと。個人的にまあやっぱ e スポーツ向けと野良向けだとねカスタムって変わってくると思ってるんですけど、まあ、個人的にノラで最強なカスタムはこの形ですね。バレルストック M16 グレネーダーと、まあ、当倍サイトでストックなしでタクティカルフォアグリップ、そして60ラウンドマガジンかなと。で、まあこれまあ主に長射程距離伸ばしつつ、横振りはね正直そんなに気にしなく、気にするほどの強さ、気にするほどの横振りないんで M4 ってね。まあ、別にエイム安定、ハンド安定性は必要ないんで、エイム安定性だけ高めるこのタクティカルフォアグリップをつけてますと。で、まあ結構前線上げれるようにストックなしつけつつ、弾薬60発っていうのはシンプルに野良で生き残ってると弾がなくなりやすい。M4 はね、弾薬が 5.56 弾なんで、現環境では比較的弾を拾いやすいんですけど、やっぱり弾がなくなりやすいと。なおかつ、やっぱ e スポーツみたいなそういうチーム、パーティー前提のね、ものと違って、野良だとカバーがないんで、弾切れ時ってめちゃくちゃ大変なんですよ。その味方のカバーもないから、リロードするタイミングも重要だし、何よりも3人とか連続で戦わなきゃいけない時に、30発じゃ足りない可能性が高いと。そういう時に60発あるとね、ものすごく心強いです。で、まあ60発、ちょっと移動速度とかが差があるんで、それらを補うために、まあストックなしにしてます。ただここら辺はね、フォージタックにしたり、まあ、サイトを外して、リアグリップを、ステッピング加工グリップをつけたりしてもいいかなと、個人的には思ってます。まあ、グリップは結構お好みだね。流上も割と個人的にはいいと思ってますけど、まあ、ストックなしとかフォージタックに合わせていくんだったら、ここをステッピング加工にグリップにして、前線を上げる力を付け加えてもいいかなと、個人的には思ってます。で、まあ、このカスタムね、ちょっとね、早速やっていこうと思います。レッツゴー。いいね、ハックニーヤードのドミネーション俺大好きなんだよ。そして俺いつも A ポー湧きな気がする。C ポーで湧いたことあるって感じ。いや、これ間に合わないかもな、B ポー。いや、ここで俺は間に合わせる。うん、ダメでした。足がちょっと遅かったね。そして A を一人しか取ってないというね。ありがとうね、君ね。上から、あ、痛い。オッケー、今のは弾数の暴力、60発あったからできた。やばい、クソエも発揮したくねえ。後ろめっちゃ回り込まれてるんじゃい、回り込まれてんじゃい。 C 取ろうよ、これは。これは C 取ろうよ、さすがに。オッケー。うわ、怖っ。うん、巡航ミサイル絶対ここら辺狙われるよん。痛い、味方ナイス。
いいね、 CB でいくか。倉庫入りまーす。あ、ちょちょちょい、これち厳しいな。OK、 味方のカバーをしてあげる。うわー、やっぱいるかー。っていうかショットガンかよ。ショットガンが拠点絡むとマージできついんだよな。まあそのためのフラグなんですけども、消える消えることあんの。いやー助けてほしいな。これこっちからも来るんじゃない。やっぱりねー、俺今のは俺の M が悪い。UAV、 UAV あったな。外したな。オッケー。お、上取ってくれてる、ありがたい。上取っ、え、何今の。敵の銃が張り付いてたん。 C 側に敵がいるってことはここを 見とけば問題ないんですね。ただ回られてくる可能性も十分にあると。これちょっと積みようか。お、あぶねー、あぶねB は大丈夫そうだな。いやー、あいつ。オッケー。で、ちょっと弾切れそうだな。チェチェ、それだよ、それ。これこれ。オッケー、ちょっと。B には乗りたくないな、このタイミングで。このタイミングでの危険すぎー。V とここまで来たらまあこっちでいいかな。てか今来てたっしょ。あれ向こう側いたろ。2人はやれるんですね、さすが。いいね、このカスタムやっぱめちゃくちゃいいよ、野良で。いやー今の打ち分けるか。てか当たってなかったな。めちゃくちゃ有利な一枚当たってないっていうね。いいね、これそのままビーチと今のうちに乗ろうか。V トルも出したから。落ちた V トル、落ちんの早すぎー。 OK、 B も守れてる。敵笑顔いないのでは。これ湧いてねえな多分。いや、いたわいたわ。余裕で余裕で芋ってたわ。あれこそ芋だよ。痛いよん。オッケー、ブラボー守りたいけど、あ、いや守ってんな。オッケー、いい感じ。 A も取れそうだからいいよ、チャーリーは。オッケーです。オッケー、 B の2階取りよっか。倉庫、うわ倉庫2階取ってこそなんだよな。そっち怖いな。 UAV ナイス、 A 側いるわ。オッケー、オッケー。映画は撮られちゃってるよーし。やっべー、今のだけ。でもやりたかった、やれてなかったか。
いや、やれてたな。オッケー。どっち側取る？いや、向こうでしょうな。お前逃がしちゃったね。やっ、これはやばい。うん、見てこないか。どこだ、どこに湧いてんだ。痛い。っえ、3点取りされてあってる。やばいね。 C 取ろうとしてるから A はちょっと、やべ、どこのやつ見られた。 OK、 あっぶねー。とりあえず UAV、とりあえずエポたくさん湧いてるから、これ枯れるぜ。いや、俺のエムが悪かった。で、これだよ。そういう時のこれだよ。オッケー、ちょっと逃げようか。ここういう時にオフィスの2階ですよ。A 脇を枯れるんだよね、ここ。いっ、痛い。こういう時は一回逃げて、いや、逃げきれない。マジか。こっちに来るの呼ばれてた。すごすぎないそれ。いった。よい、やりきれない。アルファ取ってくれてる。 C を取られそうだけど、B 取りたいね。うん、後ろも来てんだよな。いやー、横からかよ、くそー。てか、あれのプレッシャーやばいな。ちょいーってなった時のプレッシャーがやばい。うわ、待って、それ、そのクレームもきちいわ。やーばいだろ。しくった。自分で食らっていく。オッケー。チャーリーを守れているが、オッケー。 B 取ってほしいなーなんて思っているんですけども、味方が取ってくれてる。こっち、まあ見とくよ。 OK、 UAV、 とりあえず UAV。 あ、 B、 いや見てくれるか。何の音。 OK、 クラスターストライク、その辺に耐えといて、 B を持ってくれてるから C も大丈夫そうかなと思ったけど、 C なんかやられてね。やっぱ来てる。あっぶねー。これ絶対上にいるんだよな。いやー、ブイトー、2回目出したかったな。まあでもこのままならワンチャンいけるか。どうする。 C 取られそうか。じゃあ A を取ろう。 OK、 やっぱいると思ってた。絶対1人ぐらい持ってると思ったよ。いいですね。サンキュー。いいぞ、こんばんは。2個守りきれれば勝てるぜ。倉庫か、上かな。降りてきたってことは OK。 ナイス。こっちやれない、ごめん、カバーして。ー今絶対ローだから。いや、でもいけるぞ、これ。勝てるな。B も守れそうじゃない？ガス！お前、弾があるんじゃ！やれんかったけど。いや、頑張った。いいね。いや、結構あれじゃない？
60発の強み出だろ。60発の強みもいいし、結構走り回ったし、あとあれじゃん、なんだろう、ロングもそこそこ抜いたっしょ。割とこの武器の性能をしっかり活かしきれたと思う。だからまあやっぱね、 e スポーツ用と奈良用じゃ強いカスタム違うよ。これめっちゃおすすめ、このカスタム。ロングが嫌だ、怖いなって人は、だからあれだな、ロング用と近接用とストックあたりを変えれば全然良くなる。で、サイトがいらねえって人は、等倍サイト抜いてグリップつければいいから。ってな感じ。